さあ、そしたら侍大将の先に行くけど、敵いんな。一平いるわ、一平。こんな高いところに登れんのか。やっぱね、ちゃんと周りを見てステルスでキルしろよっていう神の。なんでこれ忍殺できねえんだよ。危ねえな。こいつ一匹だけか。はい。あ、こいつ結構強いマンだ。はいはいはい。普通にさ、雑魚敵が弾いてくるのきついわ。吸い込め吸い込め。やべ、吸い込む忘れちゃうな。痛い。ダイソンにすんの忘れちゃう。はいほいはいほいはい。残念。神経使えよな。あ、なんか銃野郎がいるな、あそこに。うわ、待って、めちゃめちゃ来るやないかい。これもう後ろ来てるか。大丈夫、来てるね。あの銃撃ってるやつがいるから、これは一旦上に戻っ、うわ、ここまで銃来んのか。銃野郎からやんなきゃダメだな。なるほどね、それをこうやって移動してやるってことやな。あれか、銃野郎。おつけおつけ。ここまで来て、あー、にまんじゃん。屋根にまんのか。銭袋だ。こいつか。バカ野郎。オッケー、銃野郎は近接弱い。これ音で紛らわせるやつや。これ音で紛らわせるやつめっちゃ出ないから、いっぱい使った方がいいんかな。まあいいや、とりあえず敵殲滅するべ。いたいた。弾きは割と簡単やな。タイミング合わないときはパッパッパーと連打してても当たるときは普通にやるから。 BGM まだ鳴ってんだよな。まだどっかにいるか。あ、いるな。なんかマーク出てるわ、黄色いマーク。なんかこっちからで、あ、赤くなった。どこにいんの。え、どこにいんの。あ、いたいたいた。そんなとこにいたの。おいで。はい。草むらの中だと見えねえ、バカ野郎お前。土に帰れ。え、なんかやばいのいる。あ、でもこいつパリできるかな。うわ、めっちゃ体幹持ってかれるわ。はい。え、なんだこの相撲取り。やばいやばい、いった、大会か隠させよう。 OK。 え、いや、こいつなんか、いや、こいつできない。多分弾きできない。強っ。こいつ人間じゃねえだろ、見た目的に。いや、こいつこそ忍殺しなきゃダメなやつだな。全然気づかんかったわ。あ、ホーミングすごいね。なんかやばそう。大丈夫か。はい。ええ、こんなのが雑魚できたか。頭おかしだって、お前。ほら、ガードして避けて、忍殺入った。オッケー。いや、強っ。雑魚じゃねえだろこいつ。もうよ、中ボスじゃねえか。え、そんなとこにいたんだ。あっぷねえな。うわ、ここじゃ隠し通路っぽくない。バカめ、お前が案内だったな。で、ダイソンを使いつつこっちだろ。ここは何かあると見た俺は。正規ルートじゃないし、ここなんか下にある。ほら、あった。これちょっとレアじゃない。飴だ。結構飴が隠し通路にある感じなんかな。おう、敵に見つかりにくくなる飴や。すげえよ。飴舐めただけでお前足音が消える時代よ。ね、なんで届かねえんだよ。え、そこ以外帰るところがないんだけど。やっぱそこ届かないとダメじゃん。え、マジで言ってる。ここ、これ届くだって。おーい、待って、こっち新しいとこだな。あれない、鬼仏がないとちょっとやばいぞ。もう HP が。いや、一旦帰宅かな、これは。なんかある。あー、もうダメ、敵いるわ。鬼仏はないね。帰宅しまーす。あー、そこにいたんだ。おい、一発やれるよな。これ金太郎じゃん、こいつ。この金太郎がよ。
うわ、こんなとこに隠れてたんだ。見えねえわけだ、さっき。やばいなぁ。ちょっとまた回復なくなっちゃった。今、敵いた？あ、なんか鶏がいる。お前、何やってた、こんなとこで、お前は。いやぁ、なんだこのダメージは。鶏が出していいダメージじゃねえだろうが、お前。なんか中に見えるんだよな。上からか、これ。あ、なんかいるわ。誰だこの人。伊之助か。ボケてる？若様を見なかったかな。せがれではないと答える。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。え、何これ。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。え、老婆が持っていた守り鈴、仏に備えてほしいと老婆は望んでいた。あれ寺にいる物資ならば備えの作法にもきっと詳しいだろう。なるほど。またあれ寺に持ってくやつか、これ。これな、ちょっとな、切ってみたい。いや、ちょっとダクソとかやってる、どうしてもね、こういう NPC をね、ちょっと切ってみたくなるけど、まあまあ年寄りはあのいたわらんといかんな。こいつはこうだな。で、さいなら。どこのやつに見つかった？え、何？ダメでしょ。待って、待って、世界観に合わない、なんかミサイルみたいなの飛んできたんだけど。え、あれか。うおー、待って待って、どうする？先に上やんなきゃダメだこれ。え、あいつヤバすぎん？あ、な、待った、こいつ。あ、まだ間に合う、間に合った、危ねえ。やば、こいつ。なんだこれ。こいつ遠距離もいけちゃうやつか。え、火薬の強化と呪術としての強化はいずれにも用いられる。へえ、呪術とかもあんだこのゲーム。そしたらこいつをまずはやっときたいね。え、これ忍殺たまりできない。これ何なんだろう、一体。ようわからんな。ほっで、あ、ジャンプしないダメなんかな、もしかして。ジャンプしないダメ説あるな。おい、はい。え、間違えて飛んじゃった、ミスった。はいはい、待って、ボタンを間違えてる俺さっきから。まだ慣れてねえわ。はい、あっ、ぶね、ギリ HP。さあ、ちょっといよいよあのもう回復もないし、あ、開けられたりはしてないが、ちょっと待って、鬼仏ない？鬼仏プリーズ。こっちか。鬼仏はなさそうだぞ。敵はいないかな。まだね、俺はアイテムがホラーな。敵いない。オッケーオッケーオッケー。岩薬、岩薬、ちょっと敵がいそうだったらもう岩薬使ってご利用していくべ、もう。いや、絶対いるな、これ。絶対俺やつや。うわ、なんか変なのいる。何あれ？犬だ。いや、ちょっと、あ、あった、あそこにある、あそこにある。どうしようかな、待って。これは、ワンチャン、俺犬に殺される、あれあるから、岩薬をちょっと使おう、一個。さあ、どのくらい HP が薬するのか。ああ、徐々に徐々に来てるな。普通にあれか、あの長短じゃなくて、なんだっけこれ、ひょうたんか。ひょうたんと同じぐらい回復してくれっか。あ、こんなもんか。ひょうたんよりはないね。まあ、いくべ。あ、鶏じゃんこれ。待って、犬に見えたんだけど、鶏だったわ。そこは、そこはこうからのこう。オッケー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 。
よーし、ちょっと外野結構無駄になっちゃったけど、まあまあこうやってこう慎重に行くゲームやからな。動きとしては悪くない。てかいつの間にか片白もう15個になってるじゃん。さあそしたら先に進むんじゃなくて、俺はこういう下から調べていくぜ。何にもいない。これがな、木とかがなんか人に見えるんだよな。ないな。下があるな、なんだあれ。絶対何かあるね。だってさ、リングがさ、あれじゃん。多分超重要なゲームだから、こういうとこにさ、リングがさ、隠されてるかもしんないでしょ。はぁ？ん？なんか蛇の顔みたいなのある。え、そこはな、何？トラップ？なんかトラップっぽくない？あ、あるある。あ、こっちの角度からこういくとかが、なるほどな、はめられたわ。おお、鉄くず、レアじゃない？強化義手人具の作成の基本となる。なるほど、強化義手人具を作るための素材か。ほら、なかなか良かったんじゃないの、こっち来て。あれ、そっちにもなんかあるけど、なんでなの？角度が重要や、角度が。この角度か。やば、角度ゲーだったわ。めっちゃおるよ。おお、しな寄せの身分風船。一時的にアイテムの入手確率が上昇する。なんか飛んできた。あ、あれ片白か。あ、身分風船、またも身分風船や。なるほど、まあ来てよかったんじゃね。ちょっと待って、待って、やばい、届くか届かないかのさ、判別ができない。死亡喪失、死亡すると銭とスキル経験値を半分失う。なるほど。そしたらぼちぼち、なんだ、なんかあそこ赤く光ってる。なんだあれ、ちょっと行ってみるか。それまで敵いない？ん？なんかいるぞ。NPC かこれ。おや？見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。あの色について尋ねる。あの色とは何だ。え、旦那、覚えてねえんですか。ああ、へえ、なるほど、覚えてねえと、うん、なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は俗をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が銭がない、銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げやしょう。どうです、悪い話じゃねえでしょう。50銭、ああ、50銭ならまあいいや。銭だ。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの夜、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、アシナの分家。ちんけな野党なんざ、普通は返り討ちです。けど、先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ旦那、お題さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。なるほど、情報屋なのか。100銭を払って情報を買いますか。はい、情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ、
忍びの道具の情報を教えて差し上げましょう。おお。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがあります。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間が踏んどったもんです。ボー、ボー、てな調子で、すげえ勢いで火を吹いてやしたよ。なるほど。おお、こんな感じでもらえるのか。すげえ勢いで火が出る筒を見かけた。酒盛り焚き火の火もボーボー、火がバーバー出てるところにあるってことかな。平田屋敷、覚えておこう。なるほどね。で、これなんだな、この赤いやつ。え、残影に触れる。これも平田のものだ。弔ってやらねば。クロスさん、エマド、平田から逃れてきたもの、他にはもうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ、竜人を狙う者は絶えず、平田の者たちを私が巻き込んでしまった。巫女とエマちゃんだね。エマちゃんはあれやな、ひょうたん強化してくれる人だな。さあ、そしたら、いや、地上歩くのこのゲームさ怖すぎん。上しかもう歩きたくないんだけど俺。盗み聞く。あ、赤鬼来た。赤目は火が弱点。なるほどね。赤目が火が弱点。じゃあその火の任務が重要と見たね。ほっほっ。丸薬、丸薬いっぱいあるな。ありがたいことにな。こんにちは、さようなら。痛い、ミスったボタン。はいはい、ほいはい、ほい。残念。ん、なんか見つかってるぞ俺。上か。あ、あれが赤鬼か。縛られてる。待って、赤鬼が強いってことは、あの赤鬼なんだ。このランスは、いった。待って、剣だけじゃない。あー、おー、赤鬼さんが解放されていく。これがめちゃくちゃ強いらしい。あ、やばい、なんかでかくね。掴み攻撃、これか。なるほど。こうか。はい。え、待って、硬すぎだろ HP こいつ。あー、でも結構消せるか。体感あるんだね、こういうなんか剣持ってないやつも。あの白いデブと一緒か。 OK。 はいはい、こいつが歴戦のクロムゲーをやってる人たちでもあれらしいよな。あっぷれ、10回は死ぬぞって言ってるやつ。横かな。今んとこそんな強くないけど。これあれか、 HP1 ゲージ削ったらめっちゃ言葉弾強くなってきて、あれか。ほら、グーブレー。はいはい、プロレスやんこいつ。なんだこいつ。てかさ、火持ってないね。あ、いやー、えワンパンかよ。いや、回生するか。ひょうたん2個あるしね。まず飲むでしょ。やばいこいつ、一人だけプロレスなんだけど。お前だけ日本から来たろ。やばい。いや、なんかプロレス技もさ。あ、まず1ゲージか。オッケーオッケー。おれ、全然削れんなこれ。うわーすべよ。あ、もう一回回生いけるね。いくか。一発で倒したくねえ、赤鬼。もう HP ないけど俺。はいはいはい、しっかりと一旦ダウェイで1、2、さようなら。明治終わり。あ、
これ確かあれやわ。おお、来た。ん？脂肪喪失により全員のスキル経験値を半分したのが、まれにそれを回避することができる。ポーズメニューで確認することができる。ポーズメニュー。あ、命中確率 30% って書いてあるわ。やー待って、いや俺の場合ね、落下しか敵だわ。え、なんだ急に。ん、やっぱ耐性を使って死ぬと病気になっちゃうんだね。目覚めたようじゃな。因果よの、なかなかに死にきれぬようじゃ。おお、所持している分だけ命中確率が下がる。お、アンジル・ローバ。この人もなんか病気になっちゃった。アンジル・ローバ誰か、せがれと間違いですか？竜害だ。やっぱ改正を使って生き返りまくると、こうやってどんどん NPC が病気かかって死んで、サポート受けられなくなるって感じだろうな。そう、鈴ゲットしたやん。なんだ？お前さ、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。何これ。あ、これでスキルをゲットできるようになるんだ。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。ふん。この右上に出てくるこのスキル経験値、これ使うのか。拝んで祈る。これか。鈴はこっちだ。目をつ声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。何を。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。はあ、鈴を集めることに記憶が解放されていくってことかな。3年前。